根本陸夫、根本陸夫、根本陸夫、1926年11月20日から1999年4月30日は、茨城県水戸市生まれ、中郡東海村出身のプロ野球選手、保守、監督、経営者、実業家、野球解説者。元西武ライオンズ代表取締役専務兼、球団本部長、元福岡大英ホークス代表取締役専務、 代表取締役社長。ニックネームは、球界の寝技師。ドラフト会議やトレードでワ腕を振るい、その仕事ぶりは、根本マジック、口実と呼ばれた。肩書こそ違ったが、事実上の GM として、その敏腕ぶりを発揮した。本人は、私はつなぎ監督なのでと話していた通り、監督としては目立った成績を残せず、在任期間も短かったものの、広島。 西部、大英の初優勝の土台を築き上げた。横浜太陽、ホエールズ、ヤクルトスワローズの監督を歴任した、関根純造とは、日大三中時代からの親友で、選手、コーチ、途中スカウトを通じて、近鉄パールス、近鉄バファロー、近鉄バファローズ在籍した。なお、大正生まれとしては、最後のプロ野球監督経験者である。 同年の12月25日から年号が昭和に変わったため、茨城県水戸市の資産家に生まれ、石上村に育つ。父、時之助は、水戸で商売を営んでいたが、根本が生まれてからは、祖父の事業を継承するために、石上村に転居。石上村の村長となり、隣接する村松村と合併しても、村長を2期務め、在任中に、 日本原子力研究所の誘致を決めた。根本は祖父からいずれ根本家を支える人物として目をかけられ生協の用事礼令受けた。さらに祖父は学問好きだったので根本にも勉強家になることを期待し、石上村内の小学校から将来を考え、水戸市立三の丸小学校に転校させて若手、弁護士を家庭教師としてあてがうが、 それが根本と野球を結びつけることとなる。この弁護士が大変な野球好きで、二人で上席で、キャッチボールをしたり、中東野球や東京六大学野球の話を、よく根本に聞かせた。また、帰宅後根本は、当時地方では珍しかった、コンクリート二階建ての実家の壁にボールをぶつけて一人でも、楽しんだ。このことにより病弱だった根本が眼見な青年となった。 小学校卒業後は、旧正茨城中学校に進学するも、方向処分となって、旧正日大三中に移籍。恩師、藤田昭三監督に出会い、関根と共に指導を受けた。終戦後は、日本大学予科で野球を再開し、タミヤ健次郎とバッテリーを組む。東都大学リーグでは、首位打者を獲得するなど活躍したが、一時立教大学にも入っていたことが発覚して、 出場停止処分下された。この入っていたというのが立教に入学してプレーしたのか、単に野球部のセレクションを受けた程度だったのか真相は不明。この出場停止処分中に母校、日大三中の監督を務めた。その後は法政大学の監督に就任していた藤田に引き取られて放題へと進み、関根と再びバッテリーを組むこととなった。この時期は、 高派学生として暴れ回り、後に安藤を組を起こす安藤を登と知り合う。大学卒業後は、川崎コロンビアを経て、1952年に、近鉄パールズへ入団。関根を筆頭に投資を気分よく投げさせる星として、評判であったほか、抜群の記憶力は、投資人にも、首脳人にも頼りにされた。一軍出場のなかった1955年から1956年に、 かけては、プロ野球経験のない芥田武雄監督をサポートし、主に根本が、投手のローテーションを決めていたという、1957年引退。引退後も近鉄に残って、スカウト、二軍マネージャー、二軍コーチを務めた。現役時代に、小玉秋冬氏が入団テストを受けた際、根本は、芥田タ伝に、ぜひ採用すべきだと進言したがところが、芥田伝は、 朝日新運動部長から前年途中に監督になったばかりで高校中退させるにはと躊躇した。だが根本は3年まで待つと他球団に取られる。として強引にくどいた。スカウトとして徳久敏明、土井正宏を担当した。別党薫監督と共に18歳の4番打者、土井正宏を育て上げた。土井は別党さんと根本さん。 僕は二人に育ててもらったんですよ。自分がスカウトして入団してきた選手が迷わないように、道をつけてくれました。大学や、社会人出身の選手は、ある程度、プロとはどういう世界かわかりますけど、高校から入ってきた選手は、右も左もわからないでしょ。そこで迷わないようにしてくれたのが、根本さんと述べている。対談後は、近鉄の佐伯勇オーナーから今後について尋ねられ、 スカウト時代から友人を通じて、古文学になっていた鉄工を扱う会社に職しようと告げていた。しかし、前述の日大野球部での停止処分中に、母校日大三中で監督を務めたが、その教え子の中に後に、ヤクルト球団三与を務める村上博司がいた。村上の父は、閣僚を経験者でもある、村上勇であり、その優に見込まれた根本は、 産経新聞社長の水野茂夫と信仰を結んだ。さらに、水野の友人である東洋工業の松田爪寺に紹介された。この松田は根本の恩師、藤田の幼馴染であり、藤田の推薦と戦術の各財界人の後押しによって1967年、広島カープの長谷川良平が監督を務める同級団コーチに就任。上田理事は当時の同僚コーチ、 1968年、チームは広島東洋カープとして運営形態が変更されることになり、根本はその新体制で監督に就任。オーナーの松田恒司からシーズン全敗でも構わないからチームの基礎づくりを問い応募される。根本はコーチに小森光輝を招平、阪神タイガースから山内和弘を獲得し、選手には猛練習を課した。 また食事面でも制限を加える措置を取る、等で、同年、68勝62敗の3位となり、カープ球団創設以来初の A クラスに導く。翌1969年には最下位に転落するが、1970年、ヘッドコーチとして、関根純蔵、内野守備コーチとして、広岡達郎を招兵。両者はいずれも指導者キャリアのスタートとなるが、 同年と、翌1971年は、勝率5割以上の4位と検討し、この間木永佐吉を山本浩二、水谷実夫、三村俊幸らを育成、後の赤ヘルオーゴン時代の礎を築いた。しかし、1972年、開幕から不振が続いて、シーズン途中で休養、そのまま退団した。退団後も、チーム作りで、広島の球団オーナーの相談に乗っている。 その後は、大阪の朝日放送、ABC で、野球解説者を務めた。広島対談後は、鉄工業を友人と営む傍ら朝日放送で、解説者を務めていたが、1977年オフ、俳優に転校していた、安藤昇から、クラウンライターライオンズの仕事を手伝ってくれという、電話があった。球団関係者ではなく友人の安藤からの要請に、根本は戸惑ったが、 球団から正式に要請が来たら、受諾してほしいと、クラウンライターの幹部と親しい安藤が根回しをしてきたと根本は理解し978年、球団社長の坂井康之に招聘されクラウンライター、ライオンズの監督に就任する。ここでも就任直後から選手に猛練習を、可視定命するチームの立て直しを図ろうとし、就任期間中には、真弓や木信、立花義家が、 レギュラーに定着した。2年連続再開のチームを率いたが5位に終わっている。同年シーズン終了後に、国土計画の堤義明社長が球団を買収し、球団名が西武ラオンズに変更される。根本はそのまま監督として球団に残留、新生西武ライオンズ初代監督となる。西武監督時代は、管理部長も兼任して、フロントの責任職に就任し、 球団代表の堺井、スカウト部長の浦田直次らと共にチーム作りを急速に進めていった。新生、西部の1978年のドラフト会議で森重和を1位に指名。巨人とドラフト外で松沼博久、正幸の松沼兄弟の争奪戦を制して獲得に成功。そして阪神タイガースから田淵光一、古沢賢治を ロッテから山崎博之をトレードで獲得。さらにロッテを自由契約となった野村克也も獲得。1979年の春季キャンプはアメリカのフロリダで2ヶ月近くにわたって実施する。上記の戦力補強ぶりから戦前の西部の評価はまずまずだったが、開幕から12連敗を記録し、結局1979年は最下位に終わる。特別に次いで、 史上三人目の両リーグ再開監督となった。しかし、補強の成果は着実に現れており、翌1980年の後期ペナントレースでは、近鉄、ロッテオリオンズ、日本ハムファイターズと優勝争いを演じ話題を起こす。1980年のドラフト会議で、石毛博則、岡村隆則、杉本忠、安倍治の4名を指名し獲得。ドラフト外で、 秋山孝治を巨人等との争奪戦の末に獲得に成功。そして、当時熊本工業高校の定時制に通学していた伊藤務を所沢高等学校に転校させ、西部の練習生とした。翌年のドラフト会議で西部は伊藤を1位指名したほか、プロ入りを拒否して、社会人野球、熊谷組への入社が内定していた名古屋電気校の工藤君康を6位で指名し、 説得の末入団にこぎつけた。根本は1981年限りで監督を退任して管理部長に専任。そして公認監督としてかつて広島での仲間だった広岡を招聘する。またヘッド格のバッテリーコーチとして森正明も招聘する。こうして根本はオーナーの包みに私は何も現場のことはわからないから全部根本さんに。 任せてあると言わしめるほどの実質的な GM として、西武黄金時代を築いていくこととなる。広岡は1982年、1983年と連続日本一に輝く。特に1983年の巨人と日本シリーズは、球界の名手の座をかけた決戦と懸念され、巨人を4勝3敗で破った。こうして、西武ライオンズの快進撃は、 全国的に有名となるが、根本は監督の広岡とチームの補強方針をめぐって対立をするようになる。そして有観視などに、広岡のチーム批判とも取れるコメントが掲載されるようになり、両者の溝が深くなっていった。1984年は3位に終わるが、翌1985年は再びリーグ優勝する。しかし日本シリーズは、阪神に2勝4敗で敗れた。 シリーズ終了後、広岡は健康面での不安を理由に辞任する。広岡の後任には、オーナーの堤は、後任監督に、田淵を望んでいたが根本が、今の西武は、人気監督を据えるより、半永久的に優勝争いができるしっかりとした、球団作りが大事。勝てる野球ができる人で加えて、西武の流れを熟知している人。それでいて、 広岡野球の次の段階に進めることのできる人という理由で1984年にコーチを辞任していた森が監督に就任した。1985年のドラフト会議では最大の目玉だった清原和弘を根本自身がくじを引き当て一位指名に成功。清原はこの後四番打者として活躍。森は1986年から1994年までの 間でリーグ優勝を逃したのが1989年のみ、6度の日本一に輝くなど西武ライオンズの黄金時代を築いていった。1989年シーズン途中で、コーチの土井正宏がマージャントで逮捕され、球団代表の酒井が解任される。酒井は翌年福岡大英ホークスの球団代表に就任する。1993年、 中内伊から昇平され西部を退団し、福岡大英ホークスの代表取締役専務兼監督に就任。チームは南海時代の1978年からずっと B クラスを低迷しており、根本は西部ライオンズに似た方法でチーム再建を進めていった。現場復帰となった1993年は最下位に終わるが、吉永光一郎の成長や下柳津義、 木村敬司らリリーフ陣が台頭した。下柳は根本のことを恩人と述べている。シーズン終了後は、秋山孝治、渡辺富夫、内山俊之と、佐々木誠、村田克吉、橋本敬弘の交換トレード、正規のトレードを観光。また同年から実施されたフリーエージェント制度、FA で阪神から松永博美を、同じく同年から実施された逆指名制度での、 ドラフト会議で、国母勇気、渡辺秀一を獲得。4位に終わったものの17年ぶりに、勝率5割を超えた。1994年限りで監督を退任して、専務に専念。公認監督として、王貞治を招聘した。ドラフトでは、駒沢大学進学が内定していた、城島健二を獲得し、西部のエース投手であった工藤を FA で獲得。 西部監督就任が確実視されていた石毛も獲得するなど、大英でも寝技しぶりを存分に発揮した。12年ぶりの現場帰り咲きとなった大英監督時代は、往年の若親分と呼ばれた熱血ぶりは影を潜め、風貌も寝技しの異名にそぐわない雰囲気で、マウンドに行く途中に足がもつれてつまずくシーンが、プロ野球人プレイ。 高プレー対象などで放映されるなどしていたが、それでも時たま激しく抗議し退場処分を受けたこともあった。また、西武時代は、広岡や森といった管理野球の信奉者を監督に据えていたにもかかわらず、大英では2番に、数山本を起用したり、藤本博をセカンドで起用するなど大胆な采配を時として、 行い、秋山工事によると、大英監督時代はあまり細かいサインは出さなかったという。大英在任期間、吉武慎太郎、小久保祐希、渡辺修一、城島健次、藤井正夫、斉藤和美、助久本雅宏、井口忠人、松中信彦、柴原博倉谷、信次、長井智弘、篠原孝行、星野淳二などをドラフト獲得し、 大英初優勝及び現在に至る地元人気の土台を築いた。また、松永博美、広田博明、武田和弘、田村富士夫、長富博、氏、西村隆二、山崎慎太郎など他球団で活躍したベテラン選手を欲している。また、西部時代同様、ケビン・ライマー、ケビン・ミッチェルなどの現役大リーガー選手の獲得に尽力した。あが、大英では、 根本入団以前にチーム編成を主導していて、上田理事の将兵に動いていた、中内正志オーナー代行にうんじられていた。1999年1月に、球団社長に就任するが3ヶ月後の4月30日に、急性心筋拘束のため72歳で死去した。その年、ホークスは大阪市から福岡市への本拠地移転11年目にしての初優勝を飾った。 同年のシーズン中には根本の遺影が大英のベンチに掲げられ、優勝時の胴上げでは選手が代わる代わる遺影を掲げた。根本は日本ハリストス聖教会、キリスト教、聖教会信徒であったため、遺骨は同教会本部のある東京、神田ニコライドーに安置されている。2001年野球殿堂入りした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。